夜な怪物現れ、これよりは都ら正門さして駒を進めばやと思うなり。丹波の国は大江さんに住まいをいたす茨城同時の化身なり。今宵もまた都ら正門のあたりを指して急がんと思うなり。踊りまーし騎乗が済まうと伊藤が言う。夜の都は聞くも恐ろしい。正直者で人呼んで仏の善兵衛と申す者でござる。終わったよし、次の頃ともなりたればこれよりは笠の商いをいたさん。商売は広告が一番と存ずればこれより笠の呼び売りをいたさん。相手は一人もなし。寂しいことよ。いる人ってない？あ、はい、誰てあげたの？よし、あとでちょっと楽屋おいでね。よしよし、よし、売れた売れた。よし、金も売れたことだし、日も西に傾きたれば急ぎ帰らんと存ずる。それがしは笠売りをなりわいといたす正直者で、こわまたもって幸いなり。はあはあ、この笠一本譲りたまえや。さっき売れたんじゃから前しょうがない。これはもってありがとうございます。それはこの笠一本お譲り申そう。雨にて体少々濡れたるによ、梅雨を吹き取るその間、はい、しばしこの傘差し掛けてたもれやの。ああいうことかい。まあ年寄りが雨に濡れては病のもと、びっちゃと。ああ、ようありましょう。はよ、その中、拭き取りなされや。何分ともにお願い申す。Thank you.
Thank you.
よってばらけ同時の左の階段を打ち取られしか。悪魔の上は国筆と妖術をもって大上さんにと直命を仰ぎ、大江さん鬼人征伐の義軍を